Here's Brantley. The kick, and here it comes. Swing and a miss! Swing and a miss! Swing and a miss! And a World Series Game 7 winning Curly W is in the books! The celebration is on! The Washington Nationals are the world champions! Remember where you are, so you remember where you are right now! アンソニー・レンドン。2019年に打率3割1分9厘、ホームラン34本、126打点、OPS1.010 という成績を残し、ナショナルズ球団初のワールドシリーズ制覇に貢献。2024年現在はロサンゼルス・エンゼルスに所属し、メジャー全体6位の年俸3800万ドル、57億円を誇るスーパースターである。スーパースターでないとこの年俸はもらえないし、スーパースターでないと3割1分9厘34本126打点 OPS1.010 なんて成績は残せないし、スーパースターでないとこんなに軟性でスレが立ったりしない。ただそのスーパースターが近年怪我と不振にあえいでいる。エンゼルスに来てからの4年間でわずか200試合の出場にとどまり、打率は2割4分9厘、 OPS7割5分8厘、ウィンズアボーリプレイスメント 3.1、 1年あたり50試合しか出場できていないというありさまである。年俸50億円の選手がこれでは寂しい。この成績や年俸、稼働率、さらにレンドン自身の少し過激とも取れる発言も相まって、近年ものすごく叩かれている。有料泥棒、終わった選手、サボりマン、給料半分返せなどひどい言われようである。しかし彼は本来素晴らしい選手である。3割1分9厘34本126打点 OPS1.010 はもちろん、この3割1分9厘34本126打点 OPS1.010 の一発屋ではない。他の年も好成績を残しているし、エンゼルスの1年目だって短縮シーズンとはいえ素晴らしい成績である。そして守備もうまい。私がレンドーンのファンになったのは、あのかっこいいヒゲに惚れたということはもちろんではあるが、一番のきっかけはふと YouTube で見たレンドーンのファインプレー集である。打球への飛び込み、レンドーン takes a hit away、 ベアハンドキャッチ、それらを淡々とこなすかっこよさ。本当にかっこいいので皆さんにもぜひ見てほしい。そんなワシントンの英雄が最近ツイッターやらネットやらでボロクソ言われて舐められているのがとても悔しいので、今回の動画ですね、レンドンがどれだけすごい選手かというのを皆さんに知っていただくために、レンドンのキャリアを振り返っていく動画になります。キャリアの振り返りが終わりましたらですね、私のレンドンの野球カードコレクションを自慢するコーナーもありますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。Washington Nationals select Anthony Rendon, a third baseman from Washington. 2011年ドラフトでワシントンナショナルズから1巡目全体6位指名を受けたレンドン。マイナーの階段を順調に駆け上がり、2013年にメジャーデビュー。この年規定打席には到達しなかったものの、98試合に出場し、打率2割6分5厘、ホームラン7本、35打点、OPS7 割2分5厘を記録。この年はサードではなくセカンドメインで出場。なんなら4試合だけショートも守っていました。そしてメジャー2年目の2014年、ミスターナショナルズことライアン・ジマーマンの故障離脱に伴いサードへ移ることに。自己ワーストの15エラーを犯してしまうも、DRS はプラス12を記録。打撃面では153試合に出場し、初の規定打席に到達。打率2割8分7厘、ホームラン21本、83打点、OPS8 割2分4厘の好成績で、シルバースラッガー賞を獲得。MVP 投票でも5位にランクインしました。2015年は怪我の影響で80試合の出場にとどまりました。しかし翌年の2016年に復活、156試合に出場し、打率2割7分、ホームラン20本、85打点、OPS7 割9分7厘という成績でカムバック賞を受賞しました。2017年には打率3割1厘、ホームラン25本、100打点、OPS9 割3分7厘で
自身初の打率3割100打点、出塁率4割、OPS9 割超えを達成。2018年は怪我で途中離脱があったものの、打率3割8厘、ホームラン24本、92打点、OPS9 割9厘を記録。リーグ最多の44本のツーベースも放ちました。いや、てかレンドンどうすかこれ、この画像クソかっこよくないですか。いやー、マッチングアプリのプロフィール画像これにしますわ。またこの頃からチャンスに強く、2016年から2018年までの得点圏打率は3割2分2厘、 OPS は9割8分5厘を記録。クラッチレンドンと言われるゆえんです。また2014年に転向したサードの守備もどんどん上手くなってきていました。同じ守備機会を同じ守備位置の平均的な守が守る場合に比べてどれだけ失点を防いだかを評価する指標である DRS は2016年にプラス13、2017年にはプラス9を記録。この2年間サードでレンドンのプラス22より高い DRS を記録したのは守備の名手と言われるノーラン・アレナード、エイドリアン・ベルトレ、マニー・マチャドの3人だけです。結構いるじゃねえかとか言うなよ。そして迎えた2019年、4月20日にデッドボールを受け離脱するも、それまでの19試合で打率3割7分1厘、ホームラン6本、18打点、 OPS1.223 と絶好調。復帰後も打ちまくり、前半戦だけで打率3割4厘、ホームラン20本、62打点、 OPS9 割9分7厘を記録。選手監督間投票で自身初のオールスターにも選出されました。しかしレンドンはこのオールスター選出を怪我を理由に辞退してしまいました。このオールスター自体やシーズンが長すぎる、野球は最優先事項ではないなどの発言が目立って、レンドンは野球嫌いであるというイメージが定着していますが、レンドンは野球嫌いなんかではありません。オールスター自体に関しては行きたくない的なことは確かに言っていましたが、それはレンドンなりのユーモア、ジョーク、冗談です。オールスターには本当は参加したいけども怪我もしていて、シーズンのこともあるので、悩みに悩んだ結果辞退することになったというだけのことなんです。決してオールスターめんどくさい、休みたい、サボりたいということで辞退したわけではありません。また野球は最優先事項ではないという発言も、ちゃんと前後の文脈を全部聞いてほしいです。この部分だけが切り取られて悪目立ちしてます。インタビューの全文を読み上げるとですね、野球は最優先事項ですかと聞かれて、いや野球は最優先事項ではない、確かに言ってます、ただこの後これ仕事だと、生活のための仕事なんだと、野球この仕事より自分の信仰、家族の方がまず先優先されるんだと言ってます。でさらにその後、でも野球も一応優先する事項ではありますよねと聞かれて、そらそうだよと言ってるんです。それ優先、野球は優先事項ではあるとも言ってるんですよ、最優先ではないというだけで。そりゃそうですよ、だって仕事なんですから。皆さんどうですか、皆さんは家族や信仰より仕事優先ですか。そんな人いないでしょ。私だってそうですよ、仕事早く帰りたいですもん。だって僕はファンザを信仰しておりますけども、ファンザより仕事を優先しろって言われたら、それはもうすぐやめますよ、そんな会社は。だって仕事よりファンザの方が優先ですからね。あ、もちろんあの家族の方も優先ですよ、仕事より。もちろん、はい、ファンザだけじゃなくてね、本当に。であとシーズンが長すぎるって発言も叩かれてましたけどね、あれも我々に置き換えてみてくださいよ。勤務時間が長すぎる、残業時間が長すぎる、嫌じゃないですか。勤務時間長え、もう早く帰りたいなってみんな思うでしょ。それと一緒ですよ、もう早く帰ってファンザ見たいですもん。だって長いんですよ、うちの会社は勤務時間が12時間とか平気であるしね。で残業もなんか60とか超える時もあるしさ、なんなん弊社。あーすいません、ちょっと途中から弊社の愚痴になってしまいました。そのうちやめます。まあ、ただレンドンはだから野球がどうでもいいとかそういうことを言ってるわけではなくて、優先事項ではあるけど家族や信仰の方が野球よりは優先事項だよって言ってるだけなんですよ。違うんですよ、本当に。全然レンドンは野球嫌いとかじゃないんですよ。インタビューとかも思ったことをそのまま言っちゃう、ストレートな、もう面白い人なんですよ。ぜひさっきのね、野球は最優先事項でないっていうインタビュー元動画全部見てみてください。だいぶ印象変わりますから。だから MN スポーツさんのレンドンのその動画出てるんで、それ見てください、お願いします。あと次、これもみんなに知ってほしい。2019年のオールスター自体によってできた休み期間には、
ナショナルズのキッズベースボールアカデミーに参加して、地域の子供たちに野球を教えていたんです。サボっていたわけではないんです。子供たちにこんな笑顔で野球を教えているレンドンが、果たして本当に野球が嫌いなのでしょうか。一部の切り取られた発言だけ見たメディアやファンに誤解されているだけなんじゃないかと私は思います。レンドン本人はインタビューでこの活動について尋ねられ、子供たちにポジティブな影響を与えられたらと思ってやっているよ。彼らと会って今は厳しい状況にいてもポジティブな未来が待っているということを伝えたい。優しい周りの人たちとサポートシステムがあればどんな状況でも成功することは可能だと思っているんだと語っていました。そしてオールスター明けの後半戦、レンドンは前半戦以上に打ちまくることになります。結局この年は打率3割1分9厘、ホームラン34本、126打点、 OPS1.010 という凄まじい成績を残し、チームのワイルドカード獲得に貢献しました。シーズンを通してチャンスに強く、得点圏打率は3割6分5厘を記録。そして自身初となる打点王のタイトルも獲得しました。その後のポストシーズンではそのクラッチぶりがさらに発揮されることとなります。ワイルドカードシリーズでブリュワーズを破り、迎えたドジャースとのディビジョンシリーズ第2戦にドジャースのエースクレイトン・カーショーからいきなりトニー・トゥーバックス、トニー・トゥーバックス。また1勝2敗と負ければ終わりで迎えた第4戦、1点ビハインドの3回同点の犠牲フライを放つと、5回には勝ち越しタイムリー、6回にはダメ押しの犠牲フライを放ち、この日3打点でチームは逆王手。そして最終第5戦は2点ビハインドで迎えた8回、再びクレイトン・カーショーから、低めをすくい上げた打球はレフトスタンドへ。この一発を皮切りにチームはカーショーを攻略、逆転勝利でチャンピオンシップシリーズへ駒を進めることになりました。カージナルスのチャンピオンシップシリーズでは攻守にわたって大活躍だったレンドン、守備ではこのファインプレー。さらに4試合全てでヒットを放ち、カージナルスをスイープ、ワールドシリーズ進出を決めました。そしてア・リーグチャンピオンヒューストン・アストロズとのワールドシリーズでもレンドンの勢いが止まることはありませんでした。チームは2連勝スタートを飾りますが、その後3連敗で王手をかけられ、迎えた第6戦、初回に先制のタイムリーヒットを放つと、7回には貴重な追加点となるツーランホームラン、負ければ終わりという一戦で3安打5打点1ホーマーの大活躍、ナショナルズが逆王手をかけます。そして最終第7戦、2点ビハインドの7回、アストロズ先発ザック・グレインキーからこの一発、1点差に迫ると、この一発をきっかけにナショナルズ打線が奮起、3イニングで6点を奪い逆転。そのままアストロズを下し、球団史上初のワールドシリーズ制覇を成し遂げたのです。レンドンはポストシーズンを通して大活躍し、2019年ポストシーズンの通算成績は打率3割2分8厘、ホームラン3本、15打点、 OPS1.003 という成績でした。とにかくいいところ、チームが苦しいところ、非常に重要な場面での一打が目立ったレンドンでした。オフには5年ぶりとなるシルバースラッガー賞も獲得、そしてチャンピオンリングを引っ提げ FA となったレンドン。これまで紹介してきたようにレンドンは素晴らしい成績を残し続けていましたが、その割にメディアに取り上げられることが少なく、球界で最も過小評価を受けている選手とされてきました。おかしな話ですよこれは、本当にこんな素晴らしい選手が。しかしそんなレンドンもついに正当な評価を受ける時が来たのです。
2019年12月11日にロサンゼルスエンゼルスと7年総額2億4500万ドルの大型契約を結びました。背番号はナショナルズ時代と同じ6番を背負います。契約初年度の2020年は全60試合の短縮シーズンながら52試合に出場し、打率2割8分6厘、ホームラン9本、31打点、OPS 9割1分5厘と相変わらず一流の成績を残しました。ウィンズアボブリプレイスメントに至っては、あの野球マシンマイク・トラウトの 1.8 を上回る 2.2 を記録。トラウトより上ってすごくないですか。またエンゼルスデビュー戦で初安打、初本塁打も記録。持ってる男レンドンです。しかし2021年は大谷翔平が二刀流として大爆発する傍ら、怪我に苦しむシーズンとなってしまい、打撃成績も打率2割4分、ホームラン6本、34打点、 OPS 7割1分2厘とレンドンらしくないものとなってしまいました。2022年はなんとスイッチヒッターに転向。左打席での打率はなんと10割、 OPS は 5.000 を記録。すさまじい成績を残しました。いやー、しかしどうですかこの美しいスイング。全打席左で立ったら大谷より打っちゃうかもしれませんね。2年連続で怪我に苦しむシーズンともなってしまいましたが、6月29日のシアトルマリナーズ戦でチームが乱闘になった際、レンドン自身は右手首を負傷しているにもかかわらず、マリナーズジェシー・ウィンカーに対峙し掌底を繰り出すという闘争心の強さを見せてくれました。チームメイトを守るためなら自らの体は顧みない男レンドンです。2023年には開幕戦でアスレチックスと対戦。試合終了後、アスレチックスファンと揉め事を起こしてしまいました。しかしこれはアスレチックスファンが執拗にレンドンやエンゼルスナインに対して心ないヤジ、侮辱的な言葉を発し続け、心優しいチームメイト思いのレンドンの堪忍袋の方が切れてしまっただけのことです。決してレンドンが野蛮な行動をいきなり取ってしまったというわけではありません。いきなり災難に見舞われたレンドンでしたが、シーズンは開幕から好調をキープ。最初の30試合で打率3割1厘、ホームラン1本、20打点、OPS 7割8分4厘を記録。出塁率4割1分4厘は目を見張るものがありますが、この頃からレンドンの長打力に陰りが見え始めます。なかなか長打が出ません。過去の怪我の影響もあるのかもしれません。そしてその後の13試合で打率0割8分9厘と急降下。さらに6月4日のサンディエゴパドレス戦で左膝に自打球を受け、そのままシーズン終了。大谷翔平のエンゼルスラストイヤーにポストシーズン進出を目指すチームの助けになることはできませんでした。そして迎えた2024年は、これまでクリーンナップで起用されることが多かったレンドンですが、新たに就任したロン・ワシントン監督は1番バッターとしてレンドンを起用するようになりました。1番サードとして出場し続けたスプリングトレーニングでは、ダイナミックな守備や盗塁などハッスルプレーが目立ち、今年のレンドンは違うぞと、怪我に悩まされることはないぞとファンをワクワクさせました。しかしシーズンが開幕すると、なんと21打席連続ノーヒットの絶不調に陥ってしまいます。そんなレンドンをサポートすべく、ホーム開幕戦でレンドンが打席に入るときにスタンディングオベーションで応援しよう、俺たちエンゼルスファンがついてるぜと、そんな呼びかけが X 上で見られました。フィリーズのトレアターナーも絶不調に陥ったときに、フィリーズファンからのスタンディングオベーションを受け、その試合でタイムリーヒットを放ち、そこから調子を上げていったということがありました。そして実際にレンドンが打席に立ったときにスタンディングオベーションは行われました。その様子がこちらです。このファンの大歓声の中、迎えたシーズン22打席目、レンドンは燃えていました。They made the second most errors in baseball. As Rendon trying to leg out his first hit of the year.
執念の内野安打で今シーズン初ヒット。長いトンネルから抜け出すと、そこからはワシントンの姿を思い出させるような活躍を見せます。初ヒットを打ってからの14試合で打率3割5分7厘、OPS 8割2分3厘の好成績を残します。中でも4月18日のレイズ戦は総攻守にわたって大活躍。私も思わずこの日のレンドンだけのハイライト動画を作るほどの大活躍でした。せっかくなのでこの日のレンドンハイライト動画をご覧ください。Going to be a base hit. Shotwell picked the pocket. It could give the Angels the lead now that Shotwell was able to sneak 90 feet away. The old invisible man trick. Line drive and a base hit for Rendon as Shotwell comes home. And Anthony Rendon, a clutch base hit, gives the Angels a 2-1 lead. Well, that hits in the dirt and Neto takes second base on the steal. Now on Rendon. He lines one. Base hit to left. Joe Adell scores. Neto's being waved home. The throw coming in toward the plate is not in time. They're going to probably review it, though. You might as well. After review, the call of the field is overturned. Yep. First thing, Taylor Ward can deliver that shot. Taylor Ward with a looping line drive toward right. Back to base hit. Here comes Rendon. The throw from Palacios on the way. It is not in time. Rendon dives in safely. And now, 過去数シーズンの怪我や不振に苦しんだレンドンはもういない。ここからアンソニー・レンドンの復活劇が始まる。誰もがそう思っていました。レンドン has been very good the last couple of weeks as a 13 game on base streak as Anthony sends that one to shortstop. De La Cruz has the big arm throw to first, takes a bounce and Anthony is safe but at what cost as he lifts across the first base bag. 4月21日のレッズ戦、走塁中にレンドンはハムストリングを負傷。またしてもレンドンは怪我をしてしまいました。この怪我についてレンドンは、もう4年連続だ、数日間はイライラした、試合が奪われていき、いろんな感情が込み上げてきた、私は勝ちたい、試合に出たい、でも他にどうしたらいいのかもうわからないんだ、とコメントしています。レンドンだって怪我をしたくてしているわけではありません。レンドンは今も懸命に復帰に向けてリハビリを続けています。ネガティブな出来事は続くもので、6月に米メディア G アスレチックが MLB の選手に匿名のアンケートを行い、最も過大評価されている選手は誰かというランキングで、なんと2位にレンドンがランクインしてしまいました。以前は最も過小評価されていた男が今や過大評価を受けているというのは、なんとも皮肉なものであります。しかしこんなランキングは関係ありません。レンドンはスターです。ゲームチェンジャーです。チームのコアです。それを裏付けるかのように、レンドンがいる時のエンゼルスは強いんです。2021年レンドンが出場している試合ではエンゼルスは33勝25敗、2022年は26勝21敗とレンドンがいる時は勝ち越しているんです。エンゼルスを地区優勝に導けるのはこの男しかいません。もうすぐレンドンが怪我から帰ってきます。7月9日のレンジャーズ戦からの復帰が期待されています。終わった選手、給料泥棒などと言わずに、みんな怪我から帰ってきたレンドンを応援しませんか。さあではね、レンドンがどれだけ素晴らしい選手かというのを紹介しきったところでですね、今度は私のレンドンの野球カードコレクションを紹介していきたいと思います。はい、まず1枚目こちらね、トップス1986レンドンサインカードです。トップスがね、1986年に発行していた野球カードのデザイン、それを復刻したもののレンドンのサインカードです。いやー、どうですかこの弾ける笑顔、レンドンスマイル、そしてこの綺麗なオンカードサインですよ。かすれなし、がっつりで素晴らしいじゃないですか。やっぱかっこいいですね。やっぱこのレトロな感じのカードも僕大好きなんでね、レトロ×レンドンでもこれはもうすごいレンドンですよ。さあ続いて2枚目こちらはトップススターリングというね、ワンボックス18万円ぐらいするボックスから出るね、大当たりのレンドンのサインカードです。
でね、この布みたいなのがね、レンドンが実際に試合で使用したユニフォームなんですよ。そのかけらがこれだけ入ってると、だから普通のサインカードではないスペシャルなサインカードになるんですね。しかもレンドンがワールドシリーズを取った2019年のカードということで、レンドンラーなら1枚はね持っておきたいカードですね。さあ、そして3枚目、こちらはミュージアムコレクションというねボックスから出るレンドンのサインカードです。これはね、なんとシルバーインクのサインカードなんですよ。普通はね青とか黒なんですけどね、そういうねレアなサインカードもあります。で、このカードの写真がね、僕が MLB の公式オンラインショップで買ったレンドンのね写真とね一緒なんですよ。わ、こりゃいいやと思って、この写真とねダブルで飾るとよりねたまらんレンドンになるんじゃないかと思いますね。皆さんもね、自分の持ってるカードと同じ構図の写真を買ってみるなんてのもいいんじゃないでしょうか。さあ、そしてこちら4枚目、これね、トップストランセンデントというね、ワンボックス100万円もするボックスから出てくるレンドンのカードなんですよ。ちょっと今までと感じが違うでしょう。高級感漂う感じで。でね、これカードがね、ゴールドフレームといって枠が金なんですよ。これどうですか、このキランとこの高級感たっぷり。これはちょっとどこに置いていても映えるというね、この一枚が部屋にあるだけでやっぱりこの部屋の雰囲気がガラッと変わると思いますよ。やっぱ彼女とかを部屋に呼んだ時にね、多分彼女も気づくと思いますよ。え、なんかこの部屋雰囲気違う、あ、レンドンのトランセンデントのサインカードがあるじゃない。で、そっからいいムードになること間違いなしですよ、こりゃ。まあ僕彼女いないんで関係ないんですが。さあ、そして最後5枚目、こちらですね、レンドンのスーパーフラクター、世界に1枚の PSA10 のサインカードです。このトップスのね、スーパーフラクターといって、このなんかギランギランした感じのは世界に1枚しかないカードになるんですよ。で、そして PSA 鑑定で10点満点、最高のカードというお墨付きをいただいております。いや、これはでもレンドンに限らず、私が持ってるカードの中でトップ、最高のもう1位の、もう最高のカードです。これはスーパーフラクターの PSA10 のサインカードなんて、もう今後手に入る気がしませんね。大谷のこれとかだったら多分平気で100万200万すると思いますよ。まあ、このレンドンは1万円ちょっとでしたけども、まあ、お金じゃないんでね、これはもう超大事にしてますよ、これ。だから無人島になんか1個持ってくなら何って聞かれたら、あ、僕このレンドンのカードですって言いますよ。このレンドンのスーパーフラクターの PSA10 持っていけますって。それぐらいこのカードはもう大事です。私のもう超一軍のコレクションです。はい、いかがだったでしょうか。レンドンのキャリアを振り返り、最後はねレンドンのカードを見ていただき、レンドンの魅力がたっぷり詰まった動画だったと思います。いや、だからね、ほんとレンドンはねいい選手なんですよ。今でこそ怪我とかね、ちょっと試合に出れんとかいろいろありますけども、レンドンも今一生懸命頑張ってますから、リハビリで帰ってきたら絶対打ちますから、エンゼルスを引っ張っていってくれますから、トラウトと一緒に。みんなでレンドン応援しましょう、本当に。レンドンがもう打席に入るたびにみんなスタンディングオベーションで応援してください。僕はもちろんもうレンドンが打席に入るたびにスタンディングオベーションしてます。家でも会社でもしてますよ。スポナビ見ながら、あ、レンドン打席に立ったなって思ったらオフィスでスタンディングオベーションしてますよ、一人で。もうちょっと、本当にね、もうちょっとで帰ってくるんで、この動画を見て、あ、レンドンってすげえんだな、かっこいいなって思った人はね、ぜひレンドンのことをバカにせずに応援してください。はい、まあ最後にね、紹介したように、私あの野球カードをね集めるのが趣味でして、で野球カードの開封動画とかね、コレクションの動画とか、初心者向けの動画とか、いろいろね出しておりますので、もし興味が出た方はね、チャンネル登録で、この動画がええやんと思った方はね、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。本日はね、3割1分9厘34本126打点 OPS1.010 スペシャルということでね、約30分間ぶち抜きでお送りしてまいりました。わーわー言っております。お時間です。さよなら。